夢を見ていた。桶狭間までの武勇は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべきゆえに、信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、はここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を打ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを根から絶やせ。長篠にて古き世は終わりを告げる。その様しかと目に焼き付けておく。撃て！おのれ！銃撃の隙をつけ！ひとたび滅亡。押して参る！名のある武士とお見受けいたさ。そう、打ち取ったり。お見事ですな。悪は不安か。押して参る。武田を滅せよ。
ん。撤退するぞ。逃げるか。無益、無駄、そして無妙よ。進め、武田を無に帰すのだ。名のある武士をお見受けいたす。武田を根から絶やせ。名のある武士とお見受けいたせ。血は騒ぐまい。戦国最強と謳われた武田騎馬軍だ。これがその滅亡の風景か。撃つ者も撃たれる者も土くれよ。